原神公式ラジオテイワット放送局。皆さんこんばんは、堀江俊です。皆さんこんばんは、前野智明です。このごめんなさい、ちょうど今打ち合わせの時に名前の話してたんですけど、名乗られるとすごいちょっとなんかフフッとなっちゃう。何がおかしいんだよ。いや、こういう芸名が良かったな話を今打ち合わせでしてたんですけど、ちょっとなんかそう、ね、改めて名前聞くとちょっとおかしくなっちゃって、すいません。いいですよ、はい。この番組はオープンワールド RPG 原神の魅力を伝えしつつ、はい、主人公空役の堀江俊と勝利の声担当しております私前野智明がどこまでも自由で広大なテーマとからお届けするラジオ番組です。と、はい、ことで2022年も最後の原神ラジオになりましたね。はい、ね、今年も皆さん大変お世話になりました。お世話になりました。どうですか2022年、振り返ってみて。そうですね、いやなんかもう、まあ、月並みですけど、うん、マジで爆速で早かったね過ぎ去っていくなっていう、この流行病のせいもあってですけど、人と僕本当に隔絶された世界で生きてるので、いやいやいや、でもそれをさ、やっぱ原神の世界でさ、まあ、ちょね、いろんな方と絆も芽生えたわけじゃない。ゲストさんといろんなお話とかさせていただいたりとかね、まあ、いろんな我々ね、パーソナリティ3人でもいろんなゲームやらせていただいたりとかさ、確かにね、まあ、原神のおかげでだから今年も充実してたなっていうところありますけどね。ノックっときました今、ね、どうですか最近の原神事情は。もう魔人任務終わられたんですか。魔人任務は終わってるんですけど、森林の章、森林章、森林の章がまだちょっと最後まで終わってる。あれチェックマーク全部つけるの結構手順があったりするからね。あれ結構ちょっと大変、ね、あれはそう、ちゃんとやらないと見過ごしがちなやつですよね。ですよ、結構大変なの。マネンさんどうですか。僕はまあね、放浪者とあとファルさんですか、はい、ちゃんと育て、まあ終わりまでは言ってないですけど、テンプのね、まあ、素材とかもね、あれは長くやらないと集まらないやつなんですけど、あれまだ新しい素材だからどうにも、まあ、そうなんです、僕も7とかが限界で週 1ですからね基本ね。そうなんですよね、まあ、のレベルとかはまあ無事に90まで上げしましたけれど、はい、放浪者の名前はどうなされたんですか。あ、僕ですか、はい、あ、僕もうこの番組でも言ったように、はい、桐崎刃になりましたそう、さっき の打ち合わせの芸名の話じゃないけどそう、放浪者のお名前をね、ちょっとまあストーリーある程度進めていくと、はいはいはい、ちょっと決められるみたいなシーンがね、あったりして、そこでどんな名前にするかみたいな話をね、うん、ラジオ外でも盛り上がったんですけど、そうですね、結局桐崎刃にされたんですか。はい、僕でももう全然これ何の恥も何もなくて、マジで本当に僕オリキャラ、なんか昔少年ふんふんとかで連載されてる作品にもオリジナルキャラクター送ろうみたいな、なんか巻末のコーナーがあって、桐崎刃送ったんか。桐崎刃送りましたそういう時につける名前なんですよ僕の中での。あ、割とでも自分の中であるんだよ、そういうのがね結構じゃあとっておきじゃないけどそうなんです、もう名前つけると言ったら桐崎刃だっていうのが あるんだよ。そうなんですよ。あ、でもそうなんです、ちょっとでも意外と分かる気がする。なんか放浪者の攻撃のタイプってさ、確かにちょっと真空の刃みたいなのを飛ばす技じゃない。確かに季節して、そうそう、切り裂き刃ってなくもないなって、そう言われればね、ちょっと切り裂き刃感ちょっと出てきたもん、ね、フォルムがね。確かにそうなんだ、まあ、そんなこんなでね、はい、まあ、放浪者と、うん、そしてファルザンというね新キャラクターも、ね、はい、今日はなんとそのファルザンのグワッ、ね、はい、ファルザンを演じていらっしゃるあの方が来てくださっているということでね、根掘り葉掘りいろいろ聞いていきたいと思います。ということでそろそろ始めていきましょう。原神公式ラジオテイワット放送局、本日もログイン。この番組はおよバースの提供でお送りいたします。原神公式ラジオテイワット放送局、改めまして原神主人公空役の堀江俊です。勝利の声担当しています前野智明です。では早速ですがゲストさんに登場していただきましょう。今回のゲストはこの方です。はい、ファルさん役の堀江由衣です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お邪魔します。ということで堀江さんが来てくださいました。お、ダブル堀江、ダブル堀江、ダブル堀江ですね。いいな、台本も面白いのが、うん、僕の喋るところの名前のところに堀江って書いてるんですけど、はい、差別化を図るために堀江由衣さんの方、由衣って書かれてるのが、はい、私こういう台本で由衣
って書かれたの多分初めてで。あ、本当ですか。いいな、でもいいじゃないですかね。いやでも強いですね、やっぱ CV 堀江由衣っていうその字面が強いですね。本当ですか、嬉しい、まあ、すごいと思いますもんね、はい、財布の紐緩みますよね。そう、それだけついついね、ついつい堀江さんだからもういいわってなっちゃうところありますけどね、はい、まあ、そんなね堀江さん演じるファルザン、はい、スメールから登場されたキャラクターということでね。そうなんです、うん、では早速ファルザンの紹介させていただきます、はい、お願いします。100年前の狂連院の優れた学者であり、古典ギミック術学科を創設した者の一人、うん、チロン派でありながら、うん、ギミックへの造詣が深いことでスメールで名を馳せている、うん、しかし彼女のことよりも先にその栄誉は時代に忘れ去られてしまったという。なるほど、まだ謎てか多分僕らの今の次元ではハルさんってまだがっつりストーリーに出てきてないかな。ないですよ ね、まだ、はい、多分バックボーンがだから俺もまだよく分かってないキャラクターで、ちょっと謎のベールに包まれているキャラクターではあるんですけれども、ね、そんなファルさんを演じられてみて、ゆいさんは、はい、どうでしょう。まあゆいさんとか言っちゃって、まあ、確かに今どさくさ紛れ感出ましたけど、急に距離を詰めるんじゃないよ。違う同じ堀江だからって。いやでもなんか昔堀江問題があった気がしたんですよ。同じ現場に、はい、同じ現場以前2人いたから、はい、そこでそういう約束が生まれたんです。いや結局どうなったんでしたっけ。あれ忘れちゃったんですよ、ね、私も忘れちゃったんです。じゃあゆいさんと、ちょっと今日の限りは、はい、ゆいさんと呼ばせて。じゃあ俺もじゃあ、いやそれはダメですよ、だってそれどさくさ紛れじゃないですか。じゃあゆいちゃん全然いや無理無理、ごめんなさい。なんか言ってください本当に、あのどっちかっていうとこう、あなんていうんですかね、あのなんていうか国民の妹みたいになりたいんです。なんかあのあこの時代の17歳ですもんね。そう17歳なんで、ね、17歳だから、そうだから前野さんとかに気を使われちゃうとおかしい、なんか時空の歪みが生まれちゃうんですよ。まだ終わったのか、何言ってんだ。なので普通にゆいちゃんとか、まあ、何でも、はい、好きなように言っていただけたら。ゆいちゃん、ゆいちゃん、はい、あれは演じてみていかがでした。いやあのすごい悩みました。悩まれた。あの、はい、ちょっとそのなんていうんですかね、まあいろいろあって、で、あの自分が生きてた時代と違う時代に、まあ、来てしまったみたいなところがあるんですよ。っていうところで、でも自分の研究は自分でしたいみたいな、ちょっと意固地になってる役で、だから中身はなんていうかちょっとおじいちゃんみたい、おじいちゃんっていうかとおかしいですね。でも中身はなんかちょっとそういう感じなんですよ。ちょっと頑固で、その自分の研究にこう一生懸命なってるみたいなっていう役だったので、なんかその中身と見た目とのギャップとか、そういう時代のギャップとか、そういうのってどうやって表現しようかなっていうのはちょっといろいろ考えました。はい、結構ディレクションとかもいただきながら作っていくって感じでした。それともそうですね、あんまりなかったような気もしますけど、はい、でもなんか言ってることが意外と難しかったので、その専門用語とか、で学者さん、そう学者さんなので、確かに難しくって、そこら辺ちょっとなんか大丈夫かな、今言えたかなとか、カタカナ多いなとか、いろいろ考えながら演じさせていただきました。言い回しとか言葉とかもね、語尾もじゃなんとかじゃって言って、なかなかやっぱ普段我々言い慣れない言葉ですもんね。そうなんですよね。だからどこの段階でこの人は自分をわしって呼ぶようになったんだろうとか、この流れだとでも最初から言ってないとおかしいんだとか、なんか結構その辺がどういう感じなんだろうっていうのをちょっと自分で想像しながら、はい、でもやっぱり堀江さん、いや ゆいちゃんの あのボイスがつくことによって、はい、なんかすごくね、そのわしっていう女の子だけどもすごくそれが可愛らしいというかね、うんうんうん、なんかグッとくるものあるなと思いますけどね。なんかそこがギャップにまたなるといいなとか、なんかそれはちょっといろいろ思いながら、はい、やらせていただきました、うん、最初にあの原神のこの世界観といいますか、はい、あの触れた時どういう印象を持たれましたか、このゲームに関しては。あ、そうですね、あの最初はタイトルはやっぱり知ってて、うんうん、で、はいはいはい、電車にも乗ったことあるんですよ。あると思います。でもそうですね、山手線ラッピングされてますね。されましたよね。ではこういうキャラがなんか電車がホームに着いたの見ながら、あ、こういうキャラがいるのねって思いながら見てて、で実際にやらせていただいて、声やらせていただいて、でその後にゲームを始めようと思ってダウンロードしてやったんですけど、はい、いやすごいですね、なんかこんなんなってるの今って、すごくないですか、あのアプリゲームってすごくないですか、ね、こんななんですかって思いながら、我々子供、いや17歳で、はい、17歳我々子供の頃、僕の子供の頃って、はいはい、やっぱもうそれこそね、もう何ビットみたいなそういう時代だったんで、いやいや、こんなまさか手の中でこんなね無限な世界が広がる時代が来るなんて思ってもいなかったんで、ですよね。であの触ってる場所でなんていうか走るとか画面回転するとか、え、なんかできるのとか、すごくないですか。すごい。で、なんか
さらっと物語に入っていくじゃないですか。入ってくさらっと同じ画面同じ絵がアニメーションみたいに動くじゃないですか。そう、何これ今こんなことができるの、そうなんですよ、すごいって思ってます。すごいですね、はあ、ね、すいません、なんか初歩の、いやでも僕も最初同じ感想、全く同じ感想を持ったんで、うんうん、できっとこれからもどん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 ね、追加のキャラクターだったり追加のエリアみたいなのもね実装されていくんでしょうし、はい、まあね、この先も気になるところなんですけれども、はい、ちなみにあのゆいさんは、はい、あのファルザン以外で、はい、まあ、のパッと見のインスピレーションとかでいいんですけど、実際ちょっと気になるキャラみたいないたりしますか、ポジションでやられてみたいとか。ちょうど今やってるところで、はい、あのイケメンが助けに来て、どのイケメンや、赤い髪のイケメンがディルクから助けに来て、はい、結構自分ではやり込んだつもりなんですけど、多分まだ序盤なんですよね。あの誰だっけ、ガイアさんかな、ガイアの、そうですね、がなんか一人残って戦ってるところに敵が来て、はい、それを赤い髪のイケメンが、赤い髪のイケメンが、はい、赤い髪のイケメン誰だろう、誰だろうな、赤い髪のイケメン、まだ謎なんですよ、謎な多分この人じゃないかっていう、多分このあ、でもその人かも、ディルク、まあ、多分ディルクさんですよね、はい、で現状今気になってるのはディルク、この人、はい、なんか女性のお客さんっていうかユーザーさんもすごい多いじゃないですか。そうですね、ありがたいこと。だからきっとめちゃくちゃイケメン出るんだろうと思って。確かに多い、ね、私は、はい、楽しみに。あ、やっぱりイケメンですね。イケメンなんですよ。かっこいい。かっこいい。特に、はい、イケメンは好きですか。イケメン好きですよ。そうです。イケメンみんな好き。俺も好きだもんだって。あ、確かに。俺も好きですよ、イケメン。なんで笑うの。イケメンだってみんな好きですよ、イケメンは。確かに顔が整ってるキャラ使っちゃう。ね、かっこいいよね。髪伸びてるキャラクターも好きなんですか。あ、デュックさん結構髪長いんですけど。本当だ。あ、でも髪長くても好きですね。なんか知的なキャラが好きなんでしたっけ、うんうん、いや、なんかあのチートみたいなあのイケメンが好きです。あのその世界でなんかその世界で一番強いんじゃないこの人みたいな頭が良くてで、なんかこの力もあるみたいな、そういうキャラが私割と好きです。なるほど。でシュッとした人が好きです。シュッとした人が好き、はい、そういう人います。あの、いるかもしれません。ゆいさんは後にもう少しすると出会います。あ、やった、その出るかもしれません。渋い前野さんのキャラクターが、おー、いやー、わからないですけど、え、ちょっと絵見れます。翔くんもイケメン。翔くんも可愛い。翔はあのファルザンがいると特に輝きます。あ、確かに、あ、そういうのタルタリア、勝利っていう分が声担当させていただいてるキャラ、はい、いいですね。この方も知的でかっこいいし、あのタルタリアっていうイケメンもすごい僕好きなんです。あ、いや、おー、かっこいいですよね。あ、CV がまたいいですね。木村さんが、良平さん、良平くん、CV いいですね。まあ、まあ CV もね、ああ、そショタではないく、やっぱイケメンに惹かれる。ああ、そう、私はそうですね、あの、堀江の俊さんと違って、堀江の俊さんなんだ、いいなそれ、堀江の俊さんと違ってショタではない、割となんか大人のキャラの方がどっちかっていうと大人のシュッとした人がいいですね。いいですね。あ、でも確かに他、ね、他います、他もたくさんいますね。で、あのすごい、そうですね、あの一緒にピックアップの放浪者はどうですかね。放浪者、あ、でも柿原くんが、まあちょっとなんかあのちょっと初対面ありますよね。あ、どうですか、あ、なんと、こういう人じゃないですか。渋い石田明さんですか。なんか渋い石田明さんで勝ちですよね。確かに。すごい、ありがたい。あやと、あやと解決してしまった。あやと、あやともいいですね。いいですね。まあなるほど。強そうじゃないですか。ゆいさんのね、この、うん、あの光景が分かりましたね。どういう、そうですね、好きなキャラが好きなのかみたいなね、はい、分かりましたけれども。これでもストーリー読んで意外と買ったりしますから。あ、確かに、まあ、きっちり、はい、それもあると思います、ね、マジで、はい、きっちり読みたい派なんです私。じゃこれからぜひゆっくりね進められていただければと思います。はい、います、はい、ではここからはリスナーの皆さんからのお便り紹介していきます。紹介しましょう。旅人ネーム、七郎七郎さんからいただきました、はい、パーソナリティの皆さん、ゲストの堀江さん、こんにちは。こんにちは。私は海外の堀江さんの大ファンです。やや、新しい機関が開放した後すぐにファルザンを貫突しました。すごい。ファルザンは強くて可愛い。何より堀江さんの素晴らしい芝居はファルザンの魅力をさらにパワーアップしたと思います。ファルザンは常に新しい知識を探求しますね、うん、ここで質問ですが、堀江さんは最近勉強したいことがありますか。もしよろしければ教えてください。ファルザン貫突、すごいすごいんですよね、きっと。まだ一回もその貫突ってことをしたことないですけど私、うんうん、すごいんですよね、すごい、すごい、すごいです。もう特にファルザンはね、はい、貫突するとすごいです。あ、強くなるんですか。強い、強いです。強いし、周りのキャラクターたちもさらに輝くと。そうなんですよ、嬉しいな。素晴らしい強さが出るんですけど、いや嬉しい、いっぱい使ってほしいですね、うん、ファルザンちゃん ね。何かお勉強されたりとかしてますか。なんか何もしてないんですけど、したいことはいっぱいあって。確かにありますよね。はい、
私あの踊れるようになりたいのでダンスしたいと思って、はいはいはい、もうすでに踊れるイメージしかないですけど、いやいや全然踊れないので、あのたまにそのなんて言うんですか、ヨガ教室とかやってるようなところが、はい、ダンスのレッスンもあったりするんですよ、はいはいはい、それの本当の一番初級のクラスに行ったんですよ。で周りの人たちはなんて言うんですか、いわゆるあの OL さんとか、はい、その会社員さんみたいな人たちがいて、はいはいはい、でそのダンスレッスンみたいなやつ受けてみたんですけど、はい、一番下手で、なんか普通の OL さんってこんなに今踊れるのみたいになって、基礎が、そうなんですよ、全然違くて、びっくりしました。まだ続けられてる、いやなんかたまに行ってるぐらいの感じなんですけど、あ、まあでもね、運動にもなりますし、はい、そうそうそうなんや、はい、いいな、でもそれ、はい、いいですね、なんか踊れるようになりたいなと思ってます。素晴らしいと思います、はい、なんか今ちょ僕も踊れるようにっていうか体動けるようにと思って、あのピラティスに、あ、すごい、どうですか、そう入会したんですけど、うん、それが1年前なんですけど、うん、体験の1回と初回の1回しか行かずにずっと月額だけ払い続けてて、もったいな、そうなんですよ、でも大会するのにお店行かなきゃいけなくて、いやいや、もうじゃあ通ったらええかな、いやもう僕今辞める気満々です。なんでですか、ピラティスダメでした、なんかダメだったんですよ、そうなんだ、ダメなんだ、そうなんですよ、ただ、ま、続けるようにも行くのももう嫌で、うん、なんか1年ぶりに来たなこいつって思われるので、まあまあまあ、なかなか足遠のいちゃうとね、一回ね遠のいちゃうと、いやでもちょっと今のお話聞いて、いやこのままじゃなんかダメだなと思いました、うん、僕が、確かに、まあ、いろんな見識をね深めるっていうのはいいかもしれませんけど、ね、ピラティスいいって言いますけどね、ピラティスね、いいって言いますけどね、え、マグさんなんかありますか、始めたいことですか、はい、勉強したいこと、勉強したいこと、俺あの壊滅的にあの日本語以外が本当にさっぱりなんで、本当にだから、まあ、英語とか、うんうん、まあ、中国語とか、うんうん、まあ、いろんな、うんうん、まあ、どこかのそう語学をもう少し勉強したいなって常々思うんですよ。わかります。だってうちのこれ前もどっかで言ったんですけど、僕茨城県出身なんですけど、うちのあの高校のもう英語の先生がもうすでに茨城なまりの英語だったんですよ本当に茨城なまりの本当に、これいろんなところで言ってるんですけど、はいはいはい、そう、We live on the ice みたいな、そういう本当に茨城なまりのアクセントだったんですよ。あ、すごいですね、それだからもうそういう風に覚えちゃってて、もうだから正しいアクセントとかも英語に関しても全然さっぱりなんで、そうなんです、だからもうすごい苦手です。いやでも逆にそのネタでなんかネタ作ってほしい、ネタピンのネタ一盛り上がりするかもしれないけど、別に後々別に残るものでも何もないつながりはない、ちょっと今できる気がしました、とっかかりが何もない、ピンのネタ、そう、語学力をもう少し高めたいな、あ、わかります、それもありますよね、はい、じゃあ続いて、はい、旅人ネームネフェさんからです。ありがとうございます。私は原神を始めてまだ2週間ちょっとくらいの新人になります、うん、私は友人の勧めで原神を始めたのですが、うんうん、私が始めてすぐに新キャラで実装されたファルザンちゃんが大好きな堀江由衣さんがお声を担当されていると知り、これは運命なのではと思い祈願を回し無事お迎えできました。すごいね。そこでお聞きしたいのですが、堀江由衣さんから見たファルザンちゃんの印象などお聞きできたら嬉しいです。これからも応援しております。体調に気をつけて頑張ってください。この方 初投稿でした。あ、嬉しいですね。いやでもやっぱり可愛い、すごい可愛いなって思いました。はい、中身がなんかそのちょっとなんかいこじな感じとかがギャップで、なんかそういう人がたまにこうなんて言うんですか、出れてくれたら嬉しいじゃないですか、うん、でそういうシーンも多分あると思うので、なんかその辺がすごい可愛らしいと思うので、ぜひね長いお付き合いしていただけたらと思います。はい、でも私も大体同じくらいなんで今確かに初めて2週、はい、初めてまだ私も1週間ちょいぐらいなので、はい、ネフェさんとじゃあ同じくらいの、可愛、いし本当に強い猫、ね、ですからね。でもファルザンちゃん出ていいなと思いました。僕はファルザンちゃんみたいな子を逆になんか怒らせてみたいんですよね。お前ド M だなお前怒らせてどうすんの。いや怒らせて、まあ、どうなるかちょっと分かんないですけど、いやでも怒らせちゃいけないタイプだってこういう方は。そうだから余計ちょっとどうなるのか、怖いものしなんだなお前確かに、そっちのなんかちょっとゾクゾク、二次元に限るんですけど、それはもちろん、まあ、そりゃそうや、そうですね。堀江さん怒ったらどうなるんですか。私怒ったら見たことないですよね。怒ることあるんですか。そもそも ゆいちゃんは怒ることあるのかな、はい、ありますあります、めちゃくちゃ結構全然イメージつかない。いや本当ですか、結構ピリつかせるタイプですよ。本当ですか。いや嘘嘘本当です本当です、見たことないですよ。いつも思わないイメージしかないですし。あ、本当ですか。あと失礼なことをされたら倍失礼なことをしてやろうと思ってるんですよ。かっけえっすね。いやいや怒らしちゃいけないタイプだでも、はい、って思ってるので、意外とすごい、なんかちょっとなんかせっかちだし、ちょっと喧嘩早いです。ああ、はい、子供の頃からですか。いや最近ですね、大人になってから。おお、はい、そうなんか
でも、ね、でも、ね、怒らせたらいけないんだろうなっていうなんか雰囲気は前から感じはいました。普段やっぱねすごくニコニコ大間なイメージしかねない方って、ね、怒ったら怖いって言うじゃない。あー確かに。でも堀江さんが怒る姿って本当に想像できないですけどね。あ本当ですか。あでもそれ言ったらお二人も怒ってるところあんまり僕想像できない。怒ります。前野さん僕はもうしょっちゅう怒ってますよ。あ本当ですか。しょっちゅうキレ散らかしてますよ。いや、まあ、しょっちゅうでもないですけど、まあ、あんまあの逆に一人の時の方が多いですね。あ怒る時あ、まあ、確かに僕も怒るならそれのパターンですね、うん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 、え一人で怒る。一人で怒りますね。一人で怒るタイプです。僕も車の中とかで。あー、うん、でも絶対されたこととか言われたこととかずっと死ぬまで覚えてるっていうタイプ。死ぬまで覚えてる。恨みはもう、なんか寝たら忘れちゃう。俺も寝たら忘れられないんですよね。寝たら忘れちゃうもん。いやなんかあの6秒を数えろってよく言うじゃないですか。言いますよね。アンガーマネジメントですよね。言います言います。なんか言われてちょっとこうおかしいなと思いながら6秒数えるんですよ。でも6秒の間にやっぱおかしくないと思って、なんか余計に再現しちゃうタイプ。6秒ごとに怒りが増していくから。めっちゃそれは分かりますよね。6秒あれば仕留められますからね。さすが堀江同士そこのやっぱ意思疎通はやっぱ強いですね。仲良くしていきましょうね。ぜひぜひ。そうでもやっぱ良くない良くない、ね、はい、ね、おおらかな心を持ってね。そうですね、怒ったよくないですね。はい、はい、じゃあ続いて、旅人ネームファルザン先輩の嫁候補さんいただきました。私はファルザン先輩のキービジュアルが出た時に一目惚れしてしまい、さらに声優が堀江由衣さんで、そしてさらに一人称がわしキャラで、うんうん、とんでもなく私の中でファルザン先輩愛が止まりません。すっごく最高です。最初ビジュアルが出た時クール系のキャラなのかなと思っていたのに、お茶目で可愛い部分があるところもすごくギャップに刺さりました。ツインテールがすごくキュートですし、戦う時のモーションもスカートがふわふわしててずっと見てられます。もしファルザン先輩に会えるならプロポーズしたいぐらい大好きです。幸せにしてみせます。これから他のキャラの絡みだったり先輩のグッズが出たりするのが楽しみで仕方ありません。これからもファルザン先輩を連れてテイワットを旅していこうと思います。素敵なキャラクターありがとうございました、うん、愛のこもったお便りいただきました。そうなんや。グッズ出るのかな。グッズでもいろいろ展開されてるんで、多分いずれ近いうちには、うん、わー出たら嬉しい、うん。あとなんかちゃんと先輩って本当に呼んでもらえて、なんか先輩って呼ぶのじゃみたいなことをよく言ってたので、はい、なんかちょっとそのあの人に対してこう上から出たいタイプの子なので、はいはい、だからなんかそうやってちゃんと先輩って呼んでもくれてると可愛がるみたいな、はい、そういうキャラクターでした。いやでも本当いかんせん我々まだストーリーでお目に書かれてないので、そうなんですよ、他のキャラとどういう絡みをするのか、あとね、そのデートイベント的なものが実装されたらどういう内容になるのかとかさ、図書館デートじゃないですか。図書館行っちゃう？はい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 。図書館行っちゃう？図書館デートじゃないですか。どうしよう、お腹痛くなっちゃう俺。あ本当ですか？いやいやいや。厳かすぎて。いやいやいや、あの本の匂い嗅ぐとさお腹痛くなるっていうタイプが昔何人かいらっしゃって。俺もねちょっとその一人だったね昔まで。特殊な体、ね、特殊な体かな、なんかねインクの匂いとか紙の匂いとかでお腹がちょっとなんか痛くなっちゃうっていう説があって、俺もあの子供の頃とか本当に本屋さんとか行くたびにお腹痛いなって思うタイプだったんですけど、確かに僕もとある特定のコンビニに行くと必ずお腹痛くなってました。何それ、そこのコンビニだけ行くとなんかの全国どこでもなんかのそういうものなんですかね。緊張しちゃうから、でもねファルザンともしデートとかまあ確かに確かに、ね、でも楽しく早くやりたいな、うん、ね、うん、その日が早く来るといいですね。そうですね、はい、うん、はい、では続いて最後、旅人ネーム原神楽しいスメール楽しいさんからいただきました。今回大好きな原神というゲームに私が20年以上好きで好きで仕方ないほっちゃんが出ると聞いて、17歳だけどな、あれ自分の歪みだけどな、ちょっと間違えちゃうかもしれない。ちょっと時空がいやいや、ミスなのかな、ね、あまりにも充実しすぎていて、そういうことですね、はい、ファルザンの CV がほっちゃんだと知ったその日から毎日ライブ映像をすべて見返して実装される日を心待ちにしていました。祈願の時もほっちゃんの歌を流しながら弾きました。もちろん貫徹しております。おすごい。ファルザンは優秀な風バッファーでありながら弓アタッカーとしても使え、そしてなんといっても可愛い文句なしのキャラクターです、うん、あの柔らかそうな髪質のツインテールにどけなく愛らしい顔立ち、天才特有の知的で里い振る舞いがありながら、うんうん、先輩という立場や知論派に執着する頑固な一面が本当に大好きですという。嬉しい、すごい、すごい、もうライブ映像まで見て高めて、ね、もう完璧な儀式をされてお迎えされたという、素晴らしいですね、素晴らしいですね、うんうん、
まあ、確かに強いですし可愛いですし嬉しい。もう、ね、でも私あのガチャとかをそういうゲームとかで回すときってあの神社とかたまにあるじゃないですか、街歩いてて、はいはいはい、そういうところで、あ、今神社よし回そうみたいなこと結構したりします。マジですか。はい、すごい。通りかかったときは リアルな神社ってことですよね。リアル神社、はい、現実の神社で現実の歩いてるときに、わすごい、なんか通りかかったら、あ、今回すべきじゃないって言って、ちょっと外から圧かけながら回したりします。引きは、ね、どうですか。いや、それが意外と本当に、本当ですか。本当です、本当です。すげえ、はい、ちょっと今度一回俺の回してもらっていいですか、はい、今度僕の原神の祈願回してもらって、神社の前 神社の前で本当にそういう神社とか行った時にちょっと試しにやってみる、意外と確かにやってみようかな僕もスマホプレイヤーだからちょっといつでもできますね。そうですね、そうですね、ちょっとやってみようかな。気になる、いいこと聞きましたね。はい、ということでたくさんのお便りありがとうございました。引き続き原神をプレイしてみての感想、イベントの感想、おすすめパーティーなど原神に関することなら何でも OK です。ではここからは原神をプレイしていきたいんですが、はい、今回はせっかく堀江由衣さんがゲストということでファルザンと放浪者を使った風パーティーでボスと戦ってみたいと思います、はい、今回は、俺と堀江ティでマルチでね、はい、雷電将軍の終ボス、はい、やっていきたいと思います。 お願いします、はい、で堀江ティがね、ファルザンと誰だと、ナヒーダさんです。じゃあ私は勝利と、あの放浪者、ね、私シュパースって名前にしてますけど、うんうん、で行きたいと思います、はい、じゃあ行きましょうか。お願いします。はい、ちょっとじゃあこのホリエッティ操作するファルザンのバフを受けて、うちの放浪者がなんとか戦っていくというスタイルでいいですか、うんうんうん、バフをあ、そしたら俺雷の方がいいのかな、勝利じゃなくて。ああ、でもだってナヒーダいいんでしょ。そうですね、まあでもまあいいか。あ、ライデンって雷、そうか、効くんだ。ていうか、あの、まあ、草元素おるから、ナヒーダの草元素生かすんだったら、まあ水か雷か火の方がいいかなと思ったけど、まあいけるか。まあ好きなキャラでやるのがいいんだよ、こういうのは。じゃあいくよ。はいはい、ゴーゴー。はい、あ、来、はい、ましたね。来ました。あ、背の順になってません。かわいい。田村ゆかりさん演じるナヒーダと、かわいい、おお、はい、で堀江さん演じるファルザンという、すごい、あのファンにはたまらない組み合わせのパーティーでございますな。山名子が、ね、こんなところで行きましょう。へえー、すごい。はい、おい、あれ強そう。あ、やってる、すいません。いや、人間いいね。なんかすっごいちゃんと戦ってる。ちょっと待って、あ、幻想エネルギー溜まってなかったかな。バリア張れ。あ、助かるね。私弓かな。そう、弓です。あ、弓だ。そうそうそう、うわ、弓か。練習しなきゃ。弓はあれですか、苦手ですか。弓、うん、苦手ですね。なんか切ってばっかりいます、あの主役の男の子で。でも弓もね、慣れればいけます。結構いけますね。弓って結構狙い定めなきゃいけない感じです。そうですね。狙いは照準が必要にあります。なるほど。しかもスマホ結構難しくて、弓の照準多分そうですよね。そうなんですよ。うん、あ、かっこよ。お、いいですね。かっこいい、いただきました。しかもなんか私ちょっと喋ってる、なんか、あ、喋ってる。そうなんです。いい、え、すっごいかっこいい。派手ですね、画面。すごいですよね。かっこいい。派手。あ、また技が。あ、ミスター。お、あ、かまわんな、この人。いけいけ。この子はちょっとショタなんですか。そうなんですよ、ね。そうですね、ちょっと幼さの残る。めっちゃ可愛いですね。してますけど、うん。あ、まずい。とこだ。半ズボン。あぶねえ。ドキドキするんだ、雷ね。すごーい。でもあまりにもなんかいろいろなことが起こりすぎて、何がどうなってるか、何がどうなってるか、確かに。うん。ほらほら。これって前野さんの画面がメインだから、はい、そうですね、僕の、前野さんの必殺技が
あ、そうかもしれない。カットインはそうなんですけど。あ、じゃあ堀江の俊さん出てる。そう、堀江の俊さん今隣にスマホ。そうなんですよ。あ、見えます。こんな感じで。お、いいですね。すごいすごい。見せてあげて見せてあげて。で打ってこうっていう感じで。お、いいぞいいぞ。パルダンパルダンで。俺上で見てるから。お。いいぞいいぞ、やれやれやれ。いや、ちょ、え、高めの見物。やれやれやれ。綺麗に高めの見物じゃないですか。やれ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 。まごうことなき。これいいんですか。いいぞいいぞ、やれ頑張れ。何状態ですか。これ何何プレイ。落とされたじゃないか。落とされたじゃないか。よし、パルダンでパルダンで頼めよ。お。上から見てるから。ちょちょちょ、なんか。おー、よしよくよし。よし、よくやった。さすが。さすがですね。なんか釈然としないな。なんでだよ。いやいや、やっぱファルザンがね活躍してるところをお見せしたかったっていうのがね、やったもらおう。これはお二人めちゃくちゃ強いんじゃなかろうか。いやいや、まあまあそんなそんな、うん、まあでもファルザンのおかげでやっぱね、あの柿原くん演じる放浪者の火力も上がってるっていう、はんはん、そういうあれもあったんですよ。じゃあなんか二人揃えると戦いやすいんですか。あのやっぱ風元素をすごく強くする能力がファルザンにはありまして。なるほど。でこの柿原くん演じる放浪者も風の、うんはんはんはん、風元素を使って戦うんですけども、そのやっぱ攻撃力とかを大きく上げられるっていう、そういう組み合わせがあったりして、すごい。よく見たら半ズボンでめっちゃ可愛い。可愛いですね。そうなんですよ、うん、今ちょっと扉開きかけましたね。新しい扉が。改めてその、はい、じゃあちょっとっっパフォーマンスします。ぜひぜひ。あ、ちょっとやってください。弓とかの可愛い、ほら可愛い。あとなんかこの色綺麗ですね。すごく世界の色と合ってて。通常4段打ってよ、ファルザンの。俺4段目すごく好きなのよ。このね、構え直すの可愛いんで。変なおっさんいましたね今ね。変なおっさんがちょっと出てきましたけど。こだわりが今。これ最後のこの4段目のモーションね。分かる人いる、これ。分かる、これ。これクイッてやるやつ。これが好きなのよ。すごい可愛いよね。これそれ、あ、そんな目で見たことなかった。これが可愛い。なるほど。かわいいんですよ。あ、嬉しい、そうなんです。待機モーションも。あ、でもなんかこれ確か絵を 見せていただきながら待機モーション見ますか。撮りましたよね、そういえば。カメラモードにしましょうか。じゃあカメラモードに。そうやな、アクションとか確かちょっとキャラクターを非表示にして。お、いいね。待機モーション、待機モーション。はあはあ、かわいい。かわいい。なんか濡れてね。なんかここやっぱ あれか、地面が濡れてる。びしょびしょだからなんかそれもかわいいですね。雨も滴るいい女みたいな。あ、なんか始めた。え、かわいい。風すんのか風すんのか。え、かわいい。あ、消えた。あ、かわいい。かわいい。かわいい。ちょっと正面から見たいな。あ、でもなんかあの。さっきあのお便りくださった方がふわふわしたところがいいって衣装とかが言ってましたよね。ツインテールのなびきとか。あ、なんか出てきた。なんか考えてる。おおおお、かわいい、うん、思いついた。よし、いい写真。いい写真撮れたよ、ね、いい写真撮れた。あ、そうだ、これもなんか動画とか見せていただきながら、そういえば撮りました、これ収録中に。はいはい、すごいですね。そう動くんですよね、ちゃんと可愛く。そうなんですよ、ってことで今回はファルザンを交えた風パーティーで遊んでみました、はい、原神公式ラジオテイワット放送局。ここで原神からのお知らせです。現在テーマイベント秋津のよもり肝試し大会を開催中です。本イベントではシャブ業が開催する肝試し大会に関するイベントストーリーを体験できたり、さまざまな試練に挑戦することができます。イベント期間中、イベント参加でイベント限定星音片手剣10日棒しぐれや知恵の冠原石などのさまざまな報酬を獲得できます。テーマイベント秋津のよもり肝試し大会は2023年1月2日月曜日4時59分まで開催。またイベント商店は2023年1月9日月曜日4時59分まで開放となります。
またイベント風の行方も開催中です。風の行方は反抗組織レンジャーと旧貴族ハンターに分かれ競い合うかくれんぼイベントです。さまざまな新要素が追加されパワーアップした本イベントではイベント参加で追跡コインを獲得することができ、追跡コインは原石、モラ、大英雄の経験、仕上げ用魔法などのさまざまな報酬と交換できます。イベント風の行方は2023年1月6日金曜日4時59分まで開催です。続いてイベント祈願のご紹介です。本日12月27日火曜日よりイベント祈願キャラクター英雀の天下人とイベント祈願キャラクターに花踏み歩む総流を開催中です。期間中英雀の天下人では雷元素星5キャラクター雷電将軍が、花踏み歩む総流では水元素星5キャラクター神里綾人が登場し出現確率がアップします。また英雀の天下人と花踏み歩む総流の両祈願では氷元素星4キャラクターロサリア、風元素星4キャラクターサユ、雷元素星4キャラクター九条サラがピックアップされ出現確率がアップします。さらにイベント祈願武器神中府警も開催中です。期間中星5長江武器草薙の稲光や星5片手剣波乱月白仏などの出現確率がアップします。イベント祈願英雀の天下人花踏み歩む総流心中府警は2023年1月17日火曜日15時59分まで開催です。以上原神からのお知らせでした。原神公式ラジオ、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 テイワット放送局。テイワットランキングベスト3。はい、キャラクター、元素、魔物、町など原神にまつわるものなら何でも OK の原神にまつわるランキングをベスト3形式で送ってもらうコーナーです。それがテイワットランキングベスト3ってことで、旅人の皆さんが自分でランキングタイトルとそしてそのベスト3をセットで考えて送ってくださいっていうこちらのコーナーなんですけれども、はいはいはい、今回ですね、今回も旅人の皆さんが送ってくださったメールをご紹介していきたいと思います。はい、お願いします。旅人ネームゆきねさんかな、はい、いただきました、うん、ありがとうございます。大食いなキャラランキング、お3位モナ。理由、貧乏でお金がないからおごりって言われたら遠慮なく食べそうだから失礼だ。2位シャンリン。理由、料理の勉強って言ってたくさん食べそうだから。1位パイモン。理由、安定の1位、ゲーム内でもほとんどご飯のことしか言ってないから。そんなことない。大食いキャラランキングということで、独断と偏見にまみれたモナ、シャンリン、パイモンということになりましたね、うん、1位はめっちゃ納得ですね。まあ確かにモナとシャンリンもまあ確かにそうだなっていう理由でしたけどね。大食い、大食いどうですか、堀江さんは結構食べられる方ですか。私食べる方ですかね。いや普通かな、普通ぐらいだと思うんですけど、はい、なんかもっとマッチョなキャラとかが食べそうなんですけど、この子たちの方が食べそうなんですか。です、ね、こんな可愛い細い女の子。確かに、いや、まあ、どうなんだろう、うん、捉え方次第か。あんまりでも食事に対して前のめりなキャラって逆に他に誰がいたっけっていう感じの、いたっけ、パイモンしか本当に思いつかない。そうですね。なるほど、だから家庭環境みたいな話が出てる、貧乏だから、貧乏だからね、奢ってあげるって言ったら食べつくし、そんな失礼な。まあでもなんか、でもなんか理由な、納得な感じの、ね、ランキングではありましたけどね、うんうんうん。まあ、続いてもう1つぐらいいきましょうか、はい、旅人ネームミミズの心臓さんからいただきました、ありがとうございます。もし原神キャラクターが先生だったら生徒からめちゃくちゃ人気が高そうなランキングベスト3です、うん、3位ガイア。どの学校にも一人はいる生徒との距離感が近い友達みたいな先生っぽそう、でも怒るときは誰よりも怖い、絶対怒らせない方がいいと陰で生徒に噂されていそう、うん、ガイア3位ございましたね、うん、そして2位イエラン。やることだけはきっちりやる模範的な先生っぽそう、ただ教え方はめちゃくちゃ上手だし、いざというときは親身になってくれそう、なるほど、うん、そして1位アラサキヒット。おお、ギャル系の生徒からも好かれる、ちょっと熱血な体育教師っぽそう、生徒からあだ名で呼ばれてて廊下ですれ違うたびにいろんな生徒から話しかける人気の先生というイメージ。ちょっとわかるか、ガイア、イエラン、あらたき、
ね、確かに感じになりましたけど、うんうんうん、まあまあ分からなくもない、うん、まあ確かにそうですね、うん、でもイエラン先生そこに来るのいい、なんか僕逆にそれこそなんか現実にいたら、うん、今度逆に僕怒らせないようにイエランなんかめっちゃこっち勉強しとこうみたいな、まあイエランそうよね、あイエランってなんかでもちょっとつかみどころないところもあるじゃない、ちょっと怖いところもあるしさ、いい感じあります、ね、なんかあの待機モーションでさなんかサボりましょうみたいなことをおっしゃったりするから、なんかあんまりそのなんか任務とかに対してそんなに前のめりな姿勢ではない、うん、一面もあるから、あちょっと保健室にありません、あーわかるなんか保健の先生でいてほしいいてほしいいてほしい、いてほしい感じがしますよね、うん、でもそれ言うのはやっぱファルザンもね先生にすごいぴったりな感じ、いや本当先生になってほしいですねこれ、で先生って呼ばれたらすごい喜ぶと思います、わかる先輩でめちゃくちゃ喜ぶから確かに自尊心をそうなんです、あと自分がやってた学問を教わりたいみたいに言われたら多分めちゃくちゃ教えてあげる、あ確かに確かにと思います、はい、堀江さん自体も先生にすごい向いてそうなお人柄ですよね、そうですか、いやそう思いますよ、え 何の先生っぽいですか、うわ頭抱え全然思ってないじゃないですか、いや今考えリアルにリアルに思い浮かべたんですよ、リアルに今想像してるんですよ、はいはいはい、どの教科がいいかなっていうところで、あでもやっぱ先生役とかちょっと増えましたね、ですよね、はいはい、うん、いやでもどのイメージがぴったりくるかな、いや僕はでもどの教科っていうより、うん、小学校の先生でいっぱい教えてる先生っていう感じも、小学生の、あ確かになんか集まってみたいなこと言いそうですよ ね、確かにわかるな、うんうんうん、でもあでも俺あのなんか生活指導とかそういうちゃんともっとみんなにしっかりしなさいみたいなことを堀江先生に僕言っていただきたいですね、あちょっと厳しい方ですか、そう厳しい方、あなるほど、メガネとかかけるそうそうそう、でもそれだったらなんかちゃんとしなきゃってなんかなりそうだし、確かに、うん、なんかでもわざと怒られに行きそうだな、でもなんかもしそうだったらワンちゃんなんかあのちゃんと何一番上までボタン止めなさいとかみたいなそうそうそうやつですよね、そうそれ言われたいがために自分でボタンぶつ切ったりしてそうぶっちぎるんですね、ぶつ切ったりしてちょっと注意引きたいみたいな、そういうことやりそうだな俺もし堀江先生だったら、あ、うん、前野さんも先生やりそうじゃないですか、なんか僕は私はどんな先生がいいかね、情報科学です、情報科学どういうこと、情報科学なんて、どういうこと、情報技術、情報何あのパソコンとか、パソコンの先生って感じしますね、何なんか何やればいいの、なんかプログラミング、プログラミング、そんなそんな、まあまあいいや、うん、おそういうイメージですか、なんかそんなイメージあります、なんか知的 なんか頭脳派系の感じありますね私はそういうイメージから、はいはいはい、なるほど、あでもちょっと科学っぽいの分かります、あ 私は科学っぽいかね、はい、なんか白衣着てそうじゃないですか、白衣着てそうかね私は、確かに確かに、なるほど、うん、白衣なイメージ、うん、あじゃあホリエルは、ホリエルなんだろう先生、僕らなんすかね、ホリエル、あでもホリエルもいろいろやりそうだな、本当ですか、うん、あでもなんか優しい用務員の先生とか似合いそう、なんかなんかあのですか、いろいろ用意してくれるみたいな、わかる、わかる、ホリエル意外と博識だったりするからなんかね地理とかそういうの詳しそう、あ社会か、社会か、あ確かに確かに、あ面白そうですね、うん、あ社会教えます、教えます、お、じゃあ教えてください、うん、ぜひ、はいはいはい、ね、ということでこんな感じで皆さんに原神にまつわることのランキングタイトルとそのベスト3を今後もセットで考えて送ってください、はい、ということで以上テイワットランキングベスト3のコーナーでした。お送りしてきました原神公式ラジオテイワット放送局、そろそろログアウトの時間になってしまいました。番組では旅人の皆さんから原神をプレイしてみた感想、イベントやってみた報告、こんなコーナーをやってほしいというご要望、各コーナー宛てなど原神に関するメッセージをお待ちしております。番組ページのメール投稿フォームをご利用ください。さらにメールを読まれたすべての方にオリジナルステッカーを差し上げますので、ぜひ投稿お待ちしております。そしてこの番組は毎週火曜日配信の番組です。次回のパーソナリティやゲスト情報などはラジオのページをご確認ください。ということで第57回の放送いかがでしたでしょうか、うん、はい、2022年の締めくくりにふさわしい、あ本当に確かに、ね、最高の締めくくりになりました。あそっか、これでね2022年はい、そうです、終わるんですね、終わります、終わります間もなく終わります。そうか、良いお年をですね。良いお年をですね。まあでもそんな記念すべき回にね、うん、あのファルザン役の堀江さんが来てくださったということで、
いろいろお話も伺いましたし、ね、はい、はい、ありがとうございました。でもなんかお正月やるのに私今日いろいろ聞けたんでよかったです本当に。なんかアイテムとか拾ってた方がいいんですかとか、ご飯食べていいんですかとか、いろいろ聞きたかったんで、はい、もう本当初級初歩の初歩なんで、はい、はいはい、いやでもこちらもね、こちらもねすごい、やっぱファルザンって結構まだ謎に包まれたキャラクターなので、堀江さんのそのキャラクターへのアプローチの仕方とかバックボーンとかもいろいろ聞けて楽しかったですし、また今度いや3人でマルチやりましょうよ。 お手伝いしますし。本当ですか、やってくれます。全然でもやります。あ、すごいすごい本当に。なのでいつでも遊びにまた、あ、嬉しい、嬉しい、やりたい。そこまでもうちょっと上手くなって、じゃあ帰ってください。お待ちしてます。お待ちしてます。はい、それでは今回はこの辺でお別れです。ここまでのお相手は原神主人公スラ役の堀江俊と、勝利の声担当してます前野智明と、そして本日のゲストのファルザン役の堀江優衣でした。バイバイ。この番組はホヨバースの提供でお送りしました。